こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。プラレール JR 九州流れ星新幹線です。それでこちらの流れ星新幹線なんですけど、これはね、全国販売に先駆けて10月の14日から九州地区の一部のね店舗にて先行販売をした商品になります。じゃあなんでジョージ石原が持ってるのかと言いますと、こちらチャケさんがね九州まで買いに行ったんですよ。九州まで買いに行って、で私の分もね買ってきてくれたので、まあ、今回ね紹介してみたいなと思います。はい。で、まあ、この流れ星新幹線なんですけど、まあ、見てください。これ多分ここねラッピングされてるんだと思うんですけど、素敵な新幹線になってますよね。でね、このプラレールの特徴的なのって何といってもこれなんですよ。願い事を書いて走らせようということで、これ見てください。プラレールでいっぱい遊びたいというね、見事な願い事ですよね。そう、願い事をかけるこのシールがね入ってるみたいなんです。これ面白いですよね。でこちらのね流れ星新幹線のことはここにねちょっと詳しく書いてあるみたいです。まあ、これはねプラ列車カードに書いてあることと同じなので、まあ、後でちょっと読んでみたいなと思います。であとパッケージなんですけど、まあ、横はね、まあ、こんな感じになってて、であとこうですね、そしてこうです。ということで、じゃあもう早速ね開封していきたいなと思います。でこちらね、チャケさんが発売日にどうやらねわざわざあの九州まで行って、なんかねいろんなねあの鉄道も撮ってきたらしいのでね、またチャケさんの動画でね詳しいことは上がると思いますので、もしよろしければねあのチェックしてみてください。概要欄の方にね URL 貼っておきますので、はい。では、ねゆっくり見ていきます。やっぱ800系かわいいね。はい、ということで、よいしょ。で、あ、それでねこれですね、これがどうやらの願い事を書いて貼るシールみたいです。左と右と2つね、貼るみたいです。まあ、今回はねこちらはちょっと貼らないでおきます。そしてこちらが、プラ列車カードになります。ではね読んでいきたいと思います。JR 九州流れ星新幹線。流れ星新幹線は輝けみんなの九州プロジェクトの一環として、800系新幹線に公募で集められた願い事と流れ星を描いたラッピングを施し、2021年3月14日に沿線を照らす光の演出を行いながら走行しました。さらに3月15日から5月28日まで輝けみんなの九州号として営業運転も行われました、ということだそうです。ちなみに JR 九州さんが流れ星新幹線の動画出してますんで、ぜひ見に行ってみてください。マジですごいですから。わあ、見たかったな。はい、ではまずはね先頭車から見ていきたいと思います。で正面はまあこんな感じになってて、やっぱ相変わらずね相変わらず可愛い顔してますよね。はい、そしてねこの横なんですけど、こちらですね、ここに流れ星、綺麗ですね。はい、でここはですねちょっとね、まあ、なんてちょっとどう言っていいかな、あのやっぱシールですね。はい、シールになってます。ちょっと残念かな、まあ、そうだろうなとは思ってたんですけど。そして、こちらはこんな感じで、まあ、こちらも同じですね。ただ綺麗にね貼られてるので、まあ悪くはないかなと思いますね。はい、そして、まあ、上はこんな感じになってて、下はこうです。はい、ではね電池入れていきます。で電池はよいしょ、で電池はねこれ単三電池1本になってます。じゃあ電池をよいしょ入れてと、ほい。そして次はね中間車になります。で中間車はこんな感じで、ここですよね、これですね、このシールを貼るみたいですね。でちなみにあのここシール貼る、ここもねシールです。だシールの上にシール貼るんでしょうねこれ、うん、はい。こんな感じに、なってます。これもねこのシールはもうちょっと綺麗に貼ってほしかったかなっていう感じですね。思いっきりシールと分かるんでねこれね、はい。そして上はこうで、下はこうです。そして最後は後尾車になります。で後尾車もねかわいいねこれ。なんかもう800系のこの顔大好き。はい、そしてまあ横はこんな感じで、まあこちらも同じくねシールなんですけど、まあね綺麗なデザインにはなってますよね、これいいですよね。はい、でこちらもまあこんな感じになってます。
いやはい、でもかっこいいんですよね。すごいね、この流れ星。はい、ではね、つなげていきます。じゃあまずは中間車、よいしょ。そして後尾車を、よいしょ。はい、ということで完成しました。まあこんな感じになります。こんなレイアウトを作ってみました。ではまずはロースピードで、よし、いきます。ほう、はい、では止めます。では続きまして、ハイスピードいきます。スタート。うわ、はい、では止めます。では続きまして、通常カラーのね800系新幹線と一緒に走らせてみたいと思います。じゃあ両方ともハイスピードで、よいしょ。そしてこちらも、よいしょ。では行きます。ほう、はい、いかがだったでしょうか。今回は全国販売に先駆けて2021年10月14日から九州地区の一部の店舗にて先行販売された JR 九州流れ星新幹線を紹介してみました。まあね、本当チャッケさんありがとうございますという感じです。そしてね、この流れ星新幹線実際のね走ってる姿やっぱ見たかったっすよね。はい、ということでね、ぜひね、JR 九州さんのね、出してるあの YouTube の動画ね、気になる方は見に行ってみてください。私もね、少し見たんですけど、やっぱね、なんとも言えないライトアップがもうたまらなかったっす。はい、すごかったっす。はい、ということでね、まあ、今回はね、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。うん。いや、あれはね、すごいね、光の芸術というか、